手前の。大きい、小さいとか、ね、チューブライとかいろいろ変化つけて、丸とか三角とかね、で木をちょっとこうやって、これは冬です。電柱みたいに立ったんじゃなくて、こう変化つけて描いたら、この方で、家が向こうに、線もね、こうボテッと太くしたり、シューッと細くしたり、筆先を利かせて、人が遠くの山を。高い低い変えてあげて、ちょっとこっち高くして、この円形があって、進んで、空と水のところをね、ちょっと塗ってしまう。でからちょっとこの庭の向こう側を、ね、影をつける。
すれたらなんか雪っぽい感じが出てくるかな。こういっぱい描いて、はい、ほんでちょっとまたガーッとちょっとこう人の木の幹とかこう薄い茶色で色をこう入れて、で最後かな、真っ黒でこの辺のこう思い切ってポテポテポテとこういう これもこう聞いて小さい点こうこう書いてあげたり、遠くの山もちょっと点々でね、少しちょ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 っとこう、やっぱ重いところと軽くなっていくところと、あんまかかんところとか、少しこう変化つけてあげて、手前の方やっぱりこう思いっきりつけて、で木もこうまたこういうの足してあげて。僕がなんか生えとるかな感じで、この辺がで大体これで出来上がりで。一応して出来上がりと思って、最後にハンコを押して